第5回大会、第10回大会、過去2度の優勝を誇る強豪四日市市。3年ぶりに帰ってきた市長対抗駅伝には、全区間に県トップレベルの選手が集結。楽しく全力で走るをモットーに、3度目の優勝を目指します。区間賞を取れるように頑張ります。2区の井上陸です。一生懸命頑張ります。今まで練習してきた成果を出せるように頑張ります。全力で走り抜けます。区間賞を取れるように頑張ります。当日は全力で頑張ります。40歳の中で一番若いので、区間賞を取れる走りをしたいと思います。お世話になった四日市市に恩返しができるような走りをしたいと思います。大人に負けないように頑張ります。四日市市に貢献できるように頑張って走ります。生まれ育った四日市に恩返しできるように精一杯頑張ります。優勝に貢献できるように頑張ります。四日市に貢献できるように全力で準備したいと思います。よろしくお願いします。頑張って優勝を目指します。100% 力を発揮すれば優勝も見えてきますので、優勝を目指して頑張りたいと思います。四日市頑張るぞ。おー